源氏物語28の脇中宮のお住まいの庭へ植えられた秋草は今年はことさら種類が多くてその中へ風流な黒木赤木の混ぜがきがところどころに茹で朝露夕鶴の置き渡す頃の 優美な野の景色を見ては春の山も忘れるほどに面白かった春秋の優劣を論じる人は昔から秋を良いとする方の数が多いのであったが六条院の春の庭を眺めに説を変えた人々はまたこの頃では秋の賛美者になっていた世の中というもののように。 中宮はこれにお心が引かれてずっとご実家生活を続けておいでになるのであるが音楽の会の催しがあってよいわけではあっても8月は父君の前皇太子の恩気づきであったからそれにはばかってお暮らしになるうちにますます草の花は盛りになった今年の野きの風は 例年よりも強い勢いで空の色も変わるほどに吹き出した草花のしおれるのを見てはそれほど自然に対する愛のあるのでもない浅はかな人さえも心が痛むのであるからまして梅雨の吹き散らされて無残に乱れてゆく秋草をご覧になる宮は ご病気にもおなりにならぬかと思われるほどのご心配をあそばされた「おおばかりの袖というものは春の桜によりも実際は秋空の前に必要なものかと思われた日が暮れてゆくにしたがって虐げられる草木の影は見えずに風の音ばかり募ってくるのも恐ろしかったが」。 帽子などもみなおろしてしまったので、ミアはただ草の花を哀れに思いになるよりほか仕方もおわりにならなかった。南の御殿の方も前の庭を修理させた直後であったから、この野わきにもこの野わきにもとあらのこはぎが奔放に枝を振りみ出すのを傍観しているよりほかはなかった。っ 枝が折られて梅雨の宿ともなれない風の秋草を女王は縁の近くに出て眺めていた源氏は小姫君のところにいた頃であったが中将が来て東の綿殿のついたての上から妻まの開いた中を何心もなく見ると女房が大勢いた中将は立ち止まって 音をさせぬようにしてのぞいていいた「屏風なども風の激しいために皆畳み寄せてあったからずっと先の方もよく見えるのであるがそこの縁付きの座敷にいる一女性が中将の目に入った女房たちと混同して見える姿ではない気高くてきれいでさっと匂いの立つ気がして」。 秋物の,の,の霞の中から美しいかばさくらの咲き乱れたのを見いだしたような気がした夢中になって眺める者の,の顔にまで愛嬌が反映するほどであるかつて見たことのない霊人であるミスの吹き上げられるのを女房たちが押さえ歩くのを見ながらどうしたのかその人が笑った。 非常に美しかった。草花に同情して奥へも入らずに紫の女王がいたのである。女房もきれいな人ばかりがいるようであってもそんな方へは目が映らない。父の大臣が自分に接近する機会を与えないのはこんなふうに男性が見ては 平成であり得なくなる美貌の警母と自分を聡明な父は隔離するようにして親しませなかったのであったと思うと中将は自身の月見の罪が恐ろしくなって立ち去ろうとするときに源氏は西側の襖を開けて夫人の居間へ入ってきた嫌な日だ慌ただしい風だね うししをてまがよい。男の用人がこの辺にもいるだろうから用心をしなければ」。と源氏が言っているのを聞いて中将はまた元の場所へ寄ってのぞいた女王は何かものを言っていて源氏も微笑しながらその顔を見ていた「親という気がせぬほど源氏は若くきれいで」。 美しい男の盛りのように見えた。女の美もまた完成の息に達したときであろうと見にしむほどに中条は思ったが、この東側の腰も風に吹き散らされて立っているところが中から見えそうになったのに恐れて身をのけてしまった。そして今来たように積払いなどをしながら。 南のの方へ歩いて出た。「だから私が言ったように武用人だったのだ」「こういった源氏が初めて東の妻どの空いていたことを見つけた」「長い年月の間こうした機会が捉えられてなかったのであるが風は岩も動かすという言葉に真理がある」 慎み深い喜女も風のために橋へ出ておられて自分に珍しい喜びを与えたのであると中将は思ったのであった慶子たちが出てきて「大変な風力でございます北東から来るのでございますからこちらはいくぶんよろしいわけでございます馬場殿と南の釣り殿などは危険に思われます」。 などと主人に報告して下人にはいろいろな命令を下していた中条はどこから来たか三条の宮にいたのでございますが風が強くなりそうだと人が申すものですから心配でこちらへ出て参りましたあちらではお一方きりなのですから心細そうになさいまして風の音なども 若い子のように恐ろしがっていられますから、お気の毒に存じまして、またあちらへ参ろうと思います。と、中将は言った。本当にそうだ。早く行くがいいね。歳が行って若い子になるということは、不思議なようでも実は皆そうなのだね。と、源氏は、大宮にご同情していた。 騒がしい天気でございますからいかがとお案じしておりますがこの阿尊がお付きしておりますことで安心してお伺いはいたしません」という挨拶をことづてた途中も吹きまくる風があってわびしいのであったが真面目な講師であったから三条の宮の祖母君と 六条院の父君へのご機嫌伺いを書くことはなくて宮中の御近親日などで御所から外へ出られぬ時以外は役所の多い時にも臨時の御用の忙しい時にも最初に六条院の父君の前へ出て三条の宮から御所へ出勤することを規則正しくしている人で。 こんな悪天候の中へ身を抵するようなお見舞いなども苦労とせずにした。宮様は中条が来たので力を得たようにお喜びになった。年寄りの私がまだこれまで経験しないほどの野きですよ」と震えておいでになった。大木の枝の折れる音などもすごかった。 のののぶをたは冒険であったとも美也は言っておいでになった華やかなご生活を遊ばされたことも皆過去のことになってこの人一人を頼りにしておいでになるご現状を拝見しては無情も感じられるのである今でも世間から受けておいでになる尊敬が薄らいだわけではないが かえってお一人このうち大臣のとる態度に温かさの欠けたところがあった夜通し吹き続ける風に眠りえない中将は物哀れな気持ちになっていた今日は恋人のことが思われずに風の中でした隙見で初めて知るを得た」。 帝母の女王の面影が忘れられないのであった。これはどうしたことか。大それた罪を心で犯すことになるのではないかと思って反省しようと努めるのであったがまた同じ幻が目に見えた。過去にも未来にもないような美貌の方である。あれほどの夫人のおられる中へ東の夫人が 混じって東の夫人がかわいそうであるとも中将は思った父の大臣の立派な性格がそれによって証明された気もされる真面目な中将は紫の女王を恋の対象として考えるようなことはしないのであるが自分も ああしした妻が欲しい、短い人生もああした人と一緒にいれば長生きができるであろうなどと思い続けていた明け方に風が少し湿気を帯びた重い音になってむらさめ風な雨になった「六条院では離れた建築物が皆倒れたそうでございます」などと 侍が報じた。「風がもみ抜いている間広い六条院は大臣の住まいあたりは大勢の人が集めているであろうが東の町などは人少なで花散里夫人は心細く思ったことであろうと中条は驚いてまだほのぼの知らむ頃に三条の宮から尋ねに出かけた。 横雨が冷ややかに車へ吹き込んできて空の色もすごい道を行きながらも中将は魂がなんとなく身に沿わぬ気がしたこれはどうしたことまた自分には物思いが一つ増えることになったのかと立然としたこれほどあるまじいことはない自分は狂気したのかとも いろいろに苦しんで六条院へ着いた中条はすぐに東の夫人を見舞いに行った。非常におびえていた花散里をいろいろと慰めてから慶子を呼んで損ねたところどころの修繕を命じてそれから南の町へ行った。まだ講師はあげられずに人も起きていなかったので中条は 源氏の寝室の前にあたる甲欄に寄りかかって庭を眺めていた風のあとの築山の木が被害を受けて枝などもたくさん折れていた草むらの乱れたことは無論でひわだとか瓦とかが飛び散り縦じとみとかすきがきとかが無数に倒れていたわずかだけ刺した日光に 恨みがおな草の露がキラキラと光っていた空はすごく曇って霧に覆われているのであるこんな景色に対していて中将はなんということなしの涙のこぼれるのを押し込むように吹いてせき払いをしてみた「中将が来ているらしいまだ早いだろう」。 と言って源氏は起き出すのであった何か夫人が言っているらしいがその声は聞こえないで源氏の笑うのが聞こえた昔もあなたに経験させたことのない夜明けの別れを今初めて知って寂しいでしょうと言っているのが感じよく聞こえた女王の言葉は聞こえないのであるが 一方の言葉から押してこうした戯れを言い合う今も緊張した間柄であることが中将に分かった講子を源氏がずから開けるのを見てあまり近くにいることを遠慮して中将は少し後ろへ退いたどうだったか昨晩伺ったことで宮様はお喜びになったかね そ何でもないことにもお泣きになりますからお気の毒で」と中将が言うと源氏は笑って「もう長くはいらっしゃらないだろう。誠意を込めてお仕えしておくがいい。内大臣はそんなふうでないと私へおこぼしになったことがある。神がキラキラしたことが好きで親への孝行も人目を 脅かすようにしたい人なのだね。常味を持ってどうしておあげしようというようなことのできない人なのだよ。複雑な性格で非常な聡明さで松瀬の大臣に過ぎた力量のある人だがねまあそういえば誰にだって欠点はあるからね。などと源氏は言うのであったあの台風に ききの役人はみな出てきていたかゆうべのことが不安だ」。と言って源氏は中将を見舞いに出すのであった昨晩の風のきつい頃はどうしておいでになりましたか私は少しその頃から体の調子がよろしうございませんのでただいまはまだうかがわれません。 というあをたたせてやったのである。「そこを立ちた殿の塔を通って中宮の町へ出てゆく若い中将の朝の姿が美しかった」「東のタの南側の縁に立って中央の神殿を見ると孔子が2軒ほどだけあげられてまだほのかな朝ぼらけに 水を巻き上げて、女房たちが出ていった。高欄に寄りかかって庭を見ているのは若い女房ばかりであった。打ち解けた姿でこうした風に出ていたりすることはよろしくなくても、これはみなきれいにいろいろな上着にもまでつけて重なるようにして座りながら大勢で出ているので感じのよいことであった。 虫かごにつゆを入れさせておいでになるのであるシオン色なでしこ色などの濃い色淡い色のあこめにお見ないし色の薄物の上着などの侍節に合ったものを着て四五人くらいずつ一塊になってあなたこなたの草むらへいろいろなかごを持って 雪歩いていて折れたなでしこの哀れな枝なども取ってくる霧の中にそれらが見えるのであるお座敷の中を通って吹いてくる風は侍従行のにおいを含んでいった喜女の世界の心憎さが豊かに覚えられるお住まいである脅かすような気がして中将は出にくかったが 静かな音を立てて歩いて行くと女房たちは際立って驚いた風も見せずに皆座敷の中へ入ってしまった宮のご受代の時に同業で苦舞して以来知り合いの女房が多くて中将には親しみのある場所でもあった源氏の挨拶を申し上げてから最小の金 ないしなどもいるのを知って中条はしばらく話していたここにはまた全てのところよりも気高い空気があったそうした清い気分の中で女房たちと語りながらも中条は昨日以来の悩ましさを忘れることができなかった帰ってくると南御殿は 格子が皆あげられてあって夫人は昨夜気にかけながら寝た草花が所在も知れぬように乱れてしまったのを眺めている時であった中将は階段のところへ行って中宮のお返事を報じた「荒い風もおせぎにださいますでしょう」と若々しく頼みにさせていただいているのでございますから。 お見舞いをいただきまして初めて安心いたしました」というのである「弱々しい宮様なのだからねそうだったろうね女は誰も皆怖くてたまるまいという気のした夜だったからね実際不親切におぼしめしただろう」と言って源氏はすぐにご訪問をすることにした。 脳死などを切るために向こうの部屋の御巣を引き上げて源氏が入る時に短い機長を近くへ寄せて立てた人の袖口の見えたのを女王であろうと思うと胸が湧き上がるような音を立てた困ったことであると思って中将はわざと外の方を眺めていた源氏は 鏡に向かいながら小声で婦人に言う。中将の朝の姿は綺麗じゃありませんか。まだ小さいのだが、洗練されても見えるように思うのは、親だからかしら。鏡にある自分の顔はしかも、最高の優越した美を持つものであると源氏は自信していた。身なりを整えるのに、 不審をした後で、中宮にお目にかかる時はいつも晴れがましい気がする何らの見識を表へ出しておいでになるのでないが前へ出る者は気が使われる応用に女らしくてそして高い氷評眼が備わっているというような方だ」。こう言いながら源氏はミスから出ようとしたが。 中将が一方を見つめて源氏の来ることにも気のつかぬ風であるのを鋭敏な神経を持つ源氏はそれをどう見たか引き返してきて夫人に「昨日風の紛れに中将はあなたを見たのじゃないだろうかとが開いていたでしょう」。というと女王は顔を赤くして「そんなこと わたのの源氏はこう独り言を言いながら中宮の御殿の方へ歩いていったまた友をしていった中将は源氏が御の中へ入っている間を又殿の戸口の 女房たちの集まっている気配のうかがわれるところへ行って戯れを言ったりしながらも新しい物思いのできた人は平勢よりもめいったふうをしていたそこからすぐに北へ通って明石の君の町へ源氏は出たがここでははかばかしい京市風のものは来ていないで。 下塚への女房などが乱れた草の庭へ出て花の始末などをしていた道女が感じのいい姿をして夫人の愛している林道や朝顔がほかの葉の中に混じってしまったのをえり出していたわっていた物哀れな気持ちになっていて明石は十三元の金を引きながら円に近いところへ出ていたが 人払いのの声がしたので、普段着の上へ竿から下ろした高千着をかけて出迎えたこんな急な場合にも敬意を表することを忘れないところにこの人の性格が見えるのである座敷の端にしばらく座って風の見舞いだけを言ってそのまま冷淡に帰っていく源氏の態度を女は 恨めしく思った。「大方の鬼の葉すぐる風の根も浮き身一つにしむ心地してこんなことを口ずさんでいた源氏が東の町の西のタへ行った時は夜の風が恐ろしくて明け方まで眠れなくてやっと熟睡した後の 寝過ごしをしををたた。玉が鏡見ている時であった「大操に先払いの声を出さないようにと源氏は注意していてそっと座敷へ入った」「屏風なども皆畳んであって混雑した室内へ華やかな秋の日差しが入ったところに鮮やかな美貌の玉かずらが座っていた」。源氏は近いところへ 席を定めた。荒い野脇の風もここでは恋を告げる方便に使われるのであった「そんなふうなことを言って私をお困らせになりますから私はあの風に吹かれていってしまいたく思いました」。と機嫌を損ねて玉かずらが言うと源氏は面白そうに笑った。 風に吹かれてどこへでも行ってしまおうというのは少し軽々しいことですね。しかしどこへ吹かれて行きたい目的のところがあるでしょう。あなたも自我を表すようになって私を愛しないことも明らかにするようになりましたね。もっともですよ。と源氏が言うと玉かずらは思ったままを誤解されやすい言葉で言ったものであると。 自信ながらおかしくなって笑っている顔の色が華やかに見えた「海ほおずきのようにふっくらとしていて髪の間から見える肌の色がきれいである」「目があまりに大きいことだけはそれほど品のよいものでなかった」「そのほかには少しの欠点もない」「中条は 父の源氏がゆっくりと話している間にこの衣服の姉の顔を一度覗いて知りたいと平静から願っていることであったから隅の部屋のミスが貴重も添えられてあるが乱れたままになっているその端をそっと上げてみると中央の部屋との間に障害になるようなものは皆片付けられてあったから よく見えた戯れていることは見ていてわかることであったから不思議な行為である親子であっても懐に抱きかかえる幼年者でもないあんなにしてよいわけのものでないのにと目が止まった源氏に見つけられないかと恐ろしいのであったが好奇心が募ってなおのぞいていると 柱の方へ体を少し隠すようにして姫君がしているのを源氏は自身の方へ引き寄せていた髪の波が寄ってハラハラとこぼれかかっていた女も困ったような風はしながらもさすがに柔らかに寄りかかっているのを見ると四うこの馴れ馴れしい場面の演ぜられていることも 中誠に合点されたおかんの覚えられることであるどういうわけであろう公色なお心であるから小さい時から手元で育たなかった娘にはああした心も怒るのであろう道理でもあるがあさましいと真相を知らない中誠にこう思われている源氏は気の毒である玉かずらは兄弟であっても 服ではない「母が違うと思えば心の動くこともあろうと思われる美貌であることを中将は知った昨日見た女王よりは劣って見えるが見ているものがほほ笑まれるような華やかさは同じほどに思われた八重の山吹の咲き乱れた盛りに」。 つゆを帯びて夕映えのもとにあったことをその人を見ていて中将は思い出した「このごろの季節のものではないがやはりその花に最もよく似た人であると思われた花は美しくても花であってまたよく乱れたしべなども盛りの花と一緒にあったりなどするものであるが人の美貌はそんなものではないのである」。 誰も女房がそばへ出てこない間親しい風に二人の男女は語っていたがどうしたのか真面目な顔をして源氏が立ち上がった玉かずらが「吹き乱る風の景色にお見返ししおれ死ぬべき心地こそすれ」と言ったこれは 「その人の言うのが中条に聞こえたのではなくて源氏が口にした時に知ったのである」「不快なことがまた好奇心を引きもしてもう少し見極めたいと中条は思ったが近くにいたことを見られまいとしてそこからのいていった源氏が「白露にナビかマシカバお見返し荒き風には」 ししおれざらまし「名代けをお手本になさい」と言ったと思ったのは中将のひがみであったかもしれぬがそれも気持ちの悪い会話だとその人は聞いたのであった「花散る里のところへそこからすぐに源氏は行った今朝の肌寒さに促されたように年を取った女房たちが

御所の壺洗剤の秋草の縁なども今年はだめになるでしょうねこんなに風が吹き出してしまってはね見ることも何もできるものでないからひどい秋ですね」。などと言いながら何になるのかさまざまな染め物織物の美しい色が集まっているのを見てこうした見立ての巧みなことは南の女王にも 劣っていない人であると源氏は鼻散るさと思った。源氏の農士の材料の品の紋綾を初秋の草花から摘んで作った染料で手染めに染め上げたのが非常に良い色であった。これは中将に着せたらいい色ですね。若い人には似合うでしょう。こんなことも言って源氏は帰っていた 面倒な夫人たちの訪問の友を見なして回って、時のたったことで中将は気が気でなく思いながら、妹の姫君のところへ行った。まだご寝室にいらっしゃるのでございますよ。風をおこがわりになって、今朝はもうおおきになることもお出来にならないのでございます。と目のとが話した。 悪い天気でしたからねこちらで唐のいをしてあげたかったのだが宮様が心細がっていらっしゃったものですからあちらへ行ってしまったのですお雛様の御殿は本当に大変だったでしょう女房たちは笑って言う「扇のお風でも大変なのでございますからねそれにあの風でございましょう私どもはどんなに困ったことでしょう」。 何でもない紙がありませんかそれからあなた方がお使いになる鈴りを拝借しましょう。と中条が言ったので女房は棚の上から出して紙を一巻き蓋に入れて鈴みと一緒に出してくれた。これはあまり良すぎて私の役には立ちにくい。と言いながらも中条は姫君の聖母が 明夫人であることを思って遠慮しすぎる自分を苦笑しながら書いたそれは「薄紫の薄用であった」「丁寧に墨を吸って筆の先を眺めながら考えて書いている中将の様子は縁であった」「しかしその手紙は若い女房を扇望させる一女性に宛てて書かれるものであった」 風騒ぎ「村雲を迷うゆべにも忘るる間なく忘られぬ君」という歌の書かれた手紙を穂の乱れた軽カ屋カに中将はつけていた女房が「刀の少将は髪の色と同じ色の花を使ったそうでございますよ」と言った「そんな風流が私にはできないのですからね。 送っっててやる人だってまたそんななものなのですからね「中条はこうした女房にもあまり馴れ馴れしくさせない溝を作って話していた品のよい貴公子らしい行為である中条はもう一通書いてから馬之助を呼んで渡すと美しいわらわ侍や物慣れた随身の男へさらに馬之助は渡して」。 使いは出て行った。若い女房たちは使いの行く先と手紙の内容等を知りたがっていた姫君がこちらへ来ると言って女房たちがにわかに立ち騒いで貴重の切れを引き直したりなどしていた昨日から今朝にかけて見た霊人たちと比べてみようとする気になった。 平勢はあまり興味を持たないことであったが、妻どの店、へ体を半分入れて、貴重のほころびから覗いたときに、姫君が、この座敷へ入ってくるのを見た。女房が、前を行き来するので、正確には見えない。薄紫の着物を着て、髪はまだ、着物の裾には達せずに。 ほうがわざと広げたようになっている細い小さい姿がかれんに思われたおととしごろまではまれに顔も見たのであるがそのころよりはまたずっと美しくなったようであると中将は思ったまして妙齢になったならどれほどの美人になるであろうと思われた 先に中条の見た霊人の二人を桜と山吹に例えるならこれは藤の花と言ってよいようである高い木にかかって咲いた藤が風になびく美しさはこんなものであると思われたこうした人たちを見たいだけ見て暮らしたい警母であり伊母兄弟であれば それのできないのがかえって不自然なわけであるが事実はそうした恨めしいものになっていると思うと真面目なこの人も魂がどこかへ憧れていってしまう気がした三条の宮へ行くと宮は静かに仏勤めをしておいでになった若い美しい女房はここにもいるが 鳥な,なしも盛りの家の婦人たちに使われている人たちに比べると見劣りがされた顔立ちのよい海女房の墨染めを着たのなどはかえってこうした場所にふさわしい気がして感じよく思われた内大臣も宮をご訪問に来て火などをともしてゆっくりと宮は話しておいでになった。 姫気味に長く会いませんね本当にどうしたことだろう」とお言い出しになって宮はお泣きになった近いうちにお伺わせいたします自身から物思いをする人になって哀れに衰えております女の子というものは実際持たなくていいものですね何につけかにつけ親の苦労の絶えないものです 内大臣はまだあの古い過失について許しきっていないように言うのを宮は悲しくお思いになって望んでおいでになることは口へお出しになれなかった話の続きに大臣は「ものにならない娘が一人出てきまして困っております」と母宮に訴えた「どうしてでしょう?」 娘という名がある以上おとなしくないわけはないものですがそれがそういかないのです終態でございますお笑い草にお目にかけたいほどです」。と大臣は言っていた。